ありがとうございます。リゼラルさん、クッキーありがとうございます。乾杯で、私はお茶。もう乾杯って。金曜日な、今日金曜日？今日金曜日やん。忘れてましたけど。お茶しかないけど、乾杯しますか。ほんじゃちょっと待って、冷たいお茶なんですけれどもね。こんばんは。冷たいお茶です。ちょっとあったかいチーンってするの忘れてたわ。これはヒカルンとお揃いです。ヒカとヒカといつか H&M でお揃いで買ったやつ。 H&M だっけ、多分お揃いで買ってるんですよ。だから多分ヒカもこれを着てるの割と見たことある方があるかもしれない。見えてますかね。今日は明日がねめっちゃ暑いですね。明日だってさ最高気温20度とか、昨日は私はアイスを買ったんですけどまだ食べてないです。初めて素直っていう、確か素直みたいな、素直みたいな、なんかそういう系統のやつあるじゃないですか。あ、素直っていうアイスとかお菓子とか、もうちょっと食べてみようかなと思って。まあ普通に抹茶だったから美味しそうだなっていうそれだけなんですけど。そう、アイスもね、ハーゲンダッツと迷ったんですけど、ハーゲンダッツはそう、私もうハーゲンダッツいいんですけれど、そう、ハゲナッツはね消化吸収とかにミルクカルシウムってやつが
ぱい入ってるんで、正直言うて正直言うてね、逆にダイエット効果あったりしますけど、そう、まあアイスクリームはね、アイスクリームはもういっぱいね添加物が入ってますけど、ハーゲンダッツはね添加物入ってないんですよ。そうなわけよ。何味？私は抹茶かクッキー&クリーム。クッキー&クリーム美味しいですから、めちゃめちゃ。そう、抹茶かこう、抹茶かクッキー&クリームですね基本。うん、って感じ。まさとしさん、クッキーありがとうございます。アイスって美味しいよね本当に。添加物が使われてない味はバニラ、ストロベリー、抹茶、マカデミアナッツ、リッチミルク、ラムネーズなどって書いてあるね。うーん、まあ美味しいしいいですけど、これをね横下横に流すやつ美味しいよねアイス。私も夏はよく食べちゃいます。はい。夏はね、アイス食べないとって感じでしょうけど。はい。いや、美味しいですから。お話し会申し込むね、ありがとう、待ってます。皆さんお話し会待ってます。前半はちょっとあの、私は実は愛媛のね坊ちゃん劇場に、徹役としてジョマイラブに出演するので、前半はねもう5月だっけ、でも本当に5月の 3部しかないんだけれど、行ける日、出れる日が。そう、だけどぜひお越しください。うむ、成城石井のアイスクリームも添加物使われてないらしいです。すごっ、ナチュラルローソンとかにも販売されてんだ、初知り。うん、ジフマズさん、ダークネスさん、クッキーありがとうございます。そうなのでね、ほんと最初の方、4月とか
4、5、6月はもうほぼなんか参加がねちょっと難しいなという感じですけれど、5月は5月の28土曜日の7、8、9部は参加できるよと。そしてで6月空いて7月の17、18日これは17日は4、5、6部はちょうどいい時間ですね、日曜日で。18日がねちょっと朝早いんですけれども、月曜日祝日です。1、2、3部でサイン会、サイン会2ショットで、7月30日、31日こちらもね、1、2、3部なんですよね。はい、こちらもちょっと1、2、3部でやらせてもらって、はい、ただ先に取っておいてください、ぜひ先にぜひ取っておいていただきたいと思います。はい、あれやこれやあれやこれやありますので、そうで8月が13日14日これちらも土日ですけど、13日はちょっと不思議で2、3、4部、そして14日が7、8、9部になってます。ぜひお越しください。私はねサイン会が好評なのか、サイン会がね1日に2回ずつありますね。全部サイン、ツーショットサイン会、サイン会とかワンショットサイン会、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 ツーショットみたいな、サイン会、ワンショットサイン会みたいな。そう、私のサイン会はご存知とかご方もござりましょうが、あの落書きをね何書いてほしいって聞くので有名ですね。はい、もう自称ですけど、自称有名なので、なんか書いてほしいものがあれば、ちょっとキャラクター関連は分かんないですけれども、その辺はキャラクター関連はよく分かんないですけれども、ぜひぜひワンショットツーショットもぜひみんなよろしくお願いします。待ってます。ね、なんかまた予定を組みたいですね。この日はこれしてみたいな。ねえ。浴衣の日作りたいな。7月30とか浴衣の日作りたいな。8月13、14でもいいな。私浴衣いっぱい持ってるんでね、浴衣1、2、3、4つぐらい持ってますね。そうで全部着たいじゃないですか。何色の浴衣？でも薄水色の浴衣を持ってるんですけど、それが結構好き。あとはママが作った緑が深緑の色があるんですけど、あれもいいですねって思います。はい、この間買った着物はね、私実はその坊ちゃんがさ、坊ちゃん発表されてなかったじゃないですか、まだ。確か坊ちゃんのお稽古用になんか着れればなと思って、ちょっともう500円だったんでね500円だったんでと思って、割と
パッと買っちゃったやつなんですよね。そうだけど、ちょっと茶色っぽい浴衣じゃない、薄いちょっと着物を買って、そうだからそれもね着れたらいいなって思います。普通の浴衣とかも、違う、着物とかもね着れたらいいなと思いますね。緑のやついいよね、わかる。そう、私成人式ジンベエね持ってないんだよね。てか似合わないんだよね私。そう、成人式何色のやつで行くか迷ってます。まだ深緑の、ママの深緑のやつがあるんですけど、ばあちゃんが買ってくれた、なんかばあちゃん気づいたら買ってた着物、振袖も可愛いんだよね。ちょっとカラフリーな感じの。しゅんごさん、クッキー、土ふまずさん、クッキーありがとうございます。ちょっと待ってね。よし。振り袖はちょっとね、全然何でいくか全然決めてないし、同窓会もあるのか分かんないし。で、同窓会ってあれどういう仕組みで、どうなんの？もう中学校側が全部やってくれるの？企画とか。みんなはどんな感じでしたか？ね、楽しみ、みんなに会えるの。でもなんか中学校を卒業したのが割と最近の記憶だから、みんなめっちゃ変わってますけどね。役員が選ばれるのよ。え、そうなの？嘘でしょ？マジ？同窓会は幹事さんが企画してました。え、じゃああれは何なんだろうな。なんか毎年ね、成人の人たちは中学校の先生と、そのクラスのね、クラスの先生とそのクラスの人たちが集まって、クラス別、違うわ、全部同窓会やって、で二次会がクラス別とかあったのよ確か。毎年そうなの。だからなんかどういう仕組みなんだろうと思ってた。いいね、同窓会の時の服もゲットしたいな。幹事さんが幹事なんかする人いないもんな、私の同級生。幹事系やってくれる人いるのかな、うちのクラスに。他のクラスにはいるんですよ、しっかりした、もう私が幹事ですみたいな。
キャラの人が。幹事、生徒会の人がやるパターンが多い。生徒会って誰がいたっけ、もはや。あー、でもやってくれそうな人はいるっちゃいるかも。マジ？そういえば乾杯、あ、忘れてた。今日も今日のひと日に乾杯。先生から頼まれる。なるほどね。いやでも頼まれるシステムがいい。立候補制だとやってくれる人もいる。最近クラストラインがまた動き始めてるんだけどね。なんか本当にわけのわかんないような会話しかしてない、みんな。とってもいい意味でおかわりなくいらっしゃるから、ちょっとどなたかやってもらえませんかみたいな。先生は逆に呼んで、ね、あげないといけないんだよ。先生ね、多分呼ばないでも来るかもしれない。うちの先生わけのわからない。なんかみんな元気かみたいなで、一人が元気って返信して、え、あんただけみたいな。で他の子がスタンプをポンって送って、やっと出てきたかみたいな、っていうわけのわからない会話をしてるわ。中学校の同窓会、うちら高校はもう割とバラバラになっちゃったからね。中学校がありがたい、私的には。あ、そうだね、高校でいろんなとこ行ってるから、高校の同窓会も各自でやっていただいてって感じだよね。園長さん、キャンディーありがとうございます。和俊先生さん、だるまありがとうございます。漂流ライトキャンディー。メンバーや友達やメンバーの個人団体チャットでたくさん話すそうですか。うーん、わかんない、日による。ちょっとポンって送ってみようかななんか意味わかんないスタンプ送ってみようかな。うちの母も謎のスタンプを押してくる。吉田カレンは博多タンクトップっていう、博多弁のなんか丸坊主のタンクトップの男の子のスタンプ送ってくる。あるんですよ、博多タンクトップっていうめっちゃおもろいスタンプが。そう、あれ送ってくるよ。10年、卒業10年とか20年とかであるんじゃない、高校ね。なるほどね、うちの高校あるのかな。
高校もさ、あれだよね、自分たちでやんないといけないんだよね。高校の画家、もはや。誰かが言い出さないといけない。そうでしょう。大学ね、いいね。私一番仲いいの、いやでも中学生の、中学の同級生ってさ、やっぱ小学校からみんなこうドンって上がってきてたりするからさ、かれこれ計算しちゃうと、もうほんとみんなは、他のみんなは9年とかの付き合い、幼稚園から一緒の子とかも結構いますから、幼稚園から一緒とかだと、もうね、小中学校で9年でしょ、で年中小だからもう12年とか、高校も一緒の子とかいたらもう十何年一緒のにいる子とかもいますからね。ってなったらもう地元がいっちゃん親しいんだよね、結局。だからもう地元の子たちと、同窓会、そう、高校の同窓会はね、そう、開こうと思ったら開けそうだけど、中学校のがなんか集まりやすいよね、正直。って感じ。なるほどね。誰かがで、私割と言い出しちゃうタイプなんだよね。ゆうやさん、ハートありがとうございます。くそ。同窓会やろうぜ、クラス会やろうぜっつって、小学校の友達と連絡取る場合もありますか。もううちらね、小学校の友達がもう中学校の友達なのよ、ほぼ。小学校からボンって中学校にみんなこう、なんていうんやろ、もうこのまま上がってるから、ほぼ。そうなのよ、そうなの、そうなの。でも漢字って言ってもさ、割とさ、でも私ね、いけない可能性があるから漢字とかやれないんだよね、正直。そう、大体みんなそうじゃん。大体小中でエスカレートでボンって上がるでしょ、ほぼみんな。そうだからね、仲がいいんだよね、もうずっと一緒にいるから。みさちゃんだよ、ぜひぜひ。新メンバー、2代目ではありますけれど、もう8月8日で5年ですね。佐賀県代表です。福岡のお隣、佐賀県代表です。イエイ。ぜひお見知りおきを。友達からミスターって呼ばれてたの。ミスターって呼ばれました。佐賀県に来てからミスターって呼ばれるようになった。そう、
ょっとなんかスタンプ押してみようかな。でもめっちゃ仲いいわけでもないもんな。この今話してる子たち、話してる子たちはね、もうザ・ムードメーカーって感じだから、ちょっと気負いしちゃうな。福岡時代は、福岡時代はね、ミサキッペって呼ばれました。いて、ミサキッペって呼ばれてた。ミサキちゃんとか、ミサキちゃんとかミサキッペって呼ばれてた。ミサキッペでも本当にもう親友2人から呼ばれる感じ。親友2人から呼ばれてて、他はもうミサキちゃんだった。そう、あの幼稚園から一緒だった子、幼稚園から一緒だった子は数人なんだけど、幼稚園から一緒だった親友はみさきっぺ呼びです。けど他の子はみさきちゃんとかっていう、みんなみさきちゃんだね、福岡の子は。幼稚園小学校、美咲ちゃんとか美咲とかしか呼ばれない感じで、佐賀は佐賀はミッサーとか、美咲って呼ぶ人あんまいないね。うん、美咲って呼ぶ人あんまいないわ。福岡の子たちはだいたいみさきちゃんとかだったけど、佐賀はミッサーが、ミッサーって子がいたんですよ、みさきちゃんの。みさきちゃんっていうかもう一人いて、その子がミッサーって呼ばれてて、で多分その名残でミッサーになったんですけど、ミッサー呼ばれるようになりました。気づいたらミスターって呼ばれてた。そう、 HKT さんのライブはね、あんまね見に行ったことないですね。そう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 、ミスターって呼ばれてて、女の子はミサキちゃんかミスターって感じ。男の子は私が転校生だからか、ミサキさん呼びが抜けません。お友達はみんな同級生かな。でも後輩たちはみんな美咲先輩みたいな。でもあの、そう、前も言ったけど、妹の代、私の妹の世代は何々ちゃんのお姉ちゃんだっていう認識だから、美咲ちゃんって呼んでくれる子がめっちゃ多い、先輩っていうより。じゃあその2個下、私が中3時の中1の世代の子たちは美咲先輩って言ってくれる。そう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 。そうそう、美咲ちゃんって呼んでくれるんですよ。そう。佐賀でも美咲呼びあんまいない。言いにくいよね。みさきって、ハマジみたいな同級生に川原呼びとかいなかったです。川原、小学校の時はありましたね、川原みたいな。川原とか、あのキャワハラってなんかそういう時期あるじゃないですか、すっごいなんかよく分からんけど、キャワハラって呼ばれてました。うん、あの上なんか野球部のノリいい男の子とかいるじゃないですか、俺野球部だぜみたいな人ああいう子が割とキャワハラキャワハラみたいな
そう。おい、川原、美咲、川原、プリント配ってくれ。いや、先生はね、割とうちの先生はね、ちゃん呼びで呼んでくれるんですよ。まあ、女の先生も、はもちろん、美咲ちゃんとか、何々ちゃんとか、何々くんとか、あの生徒たちが呼ぶあだ名で呼んでたりするんですけど、そう、私が小6の時も川原さん呼びじゃなかったね。今考えたら美咲ちゃんとか美咲さんとか、あ、さん呼びだったかな、先生美咲さんか美咲ちゃんか呼んでましたね。そう、川原、いやね、みんなね、あのみんなのことを、そう、キャとか、キャキクキキョとかがついてる子とかは呼んでたり、あの作業はシャシュシュシュにしたり、みたいな。そういう、それがさ、なぜか面白い時期あるじゃん。学校って超厳しいイメージだけど、あ、厳しい。厳しいけど、そのなんか、こう、なんて言うやろ。なんて言うやろね、あの、中の情熱は熱い感じ、わかります？だからもうやるときはやれって感じなんだけど、やるときはやれ、そう、ちゃんとするときはせろって感じだけど、他はあの温かい感じです。女子のことはほぼ名字でしか呼んだことなかったです。本当ですか？うちらが、そう、うちら仲いいんですよね。仲いいけど、すごいみんなあだ名で呼びまくってた。ニュアンスわかります、そんな感じ。そう、美咲ちゃんって呼ぶ子も、美咲ちゃん呼びと、あ、いたわ全然いたわ。美咲ちゃんって呼んでくれる子とかいたわ、いっぱい。でミッサー呼びが圧倒的に多かったですね。そう、なんか男の子とかもたまに呼んでくれるしさ、みんなが呼ぶからさ、もうその認識でね、なっちゃうよね。みんながさ、例えばみんなが大西って呼んでたらさ、大西かっていう認識になるじゃんそういう感じ。多分田舎はニックネーム呼び分かって、やっぱそうだよね、ニックネーム呼び割とね浸透するし仲良くなれるし。そう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 。でもほぼ男の子は美咲さん呼びでした。ちょっと気まずい、ちょっと距離がある感じ。すごいみんな仲良かったですけどね、みんな学年が仲良かった。小島も大島呼びになりし、小島だよって飛んできますよ。12クラスでした。あ、そう、パパたち世代結構多いんだよね、確か。パパたちのさ、世代の人の話を聞いてるとさ、めっちゃクラス多いのめっちゃ聞くのよ。いろんな人が。すごい、昔はね、すごい多かったんだよ、クラス。そう、でもうちらさ4クラスとかだったからさ、そう、4、5クラスだったの。福岡の時は6クラスだったかな。そうそう、6クラスある6クラスある学年もあればみたいな。でもそれでも多い方です。はるか、すげえいっぱいいた。はるかちゃんっていないな、私の学年。はるなーはいます。はるなちゃんとかは結構いました。結構いましたね。す。結構いました。H、B、C、N、O、F の6クラスか。元素記号から覚えにくくないですよ、大丈夫。美咲さんご機嫌よう。ご機嫌よう、やばい。ごきげんようって言ってるの先生だけなのよ。美咲さん呼びが距離あるなって感じの、ほうえーと思った。女子の名前で呼びできなかった。で、美咲さん呼びもなんか普通に距離はない、
なんか呼び方次第、いや呼び方次第、川原さんって呼ぶ人いなかった、逆にちょっと私嫌だったわ。川原さん、川原さん、みさきさん、みさきさん、みさきさんみたいな、みさきさん、みさきさん、みさみさみさきちゃん、そんな感じです。意外とね、みさきって名前の人はね、一学年に一人ぐらいだった確か。春菜ちゃん、そう春菜ちゃんいっぱいいました。出席番号ずっと1番だった、めっちゃ気まずいやんそれ。気まず、気まず、気まず、気まずいと。佐藤さん、鈴木さんが 3,4 人いました。私はね、田中さんがめっちゃいましたね。田中さんが学年とか各学年に田中さんがすごいいました。まあそんなところです。そうだから、そのなんて言うんだろうな、美咲って呼ぶ人があんまりいないから慣れてない。美咲って呼んでくれる人いるんですけど、約数名。約数名であって全然慣れてない。そう、美咲って、そう、ちょっと女子力高い男の子が美咲って呼んでくれてた、おはようみたいなうん、あげみたいな、読んでくれてたくらい。みさきって名前多いっちゃ多いけど、意外とね多そうに見えてなんだよね。ちょっと女子力が高かったね、おはーみたいなすごい面白い子、すごい面白い子です。みんな面白いんだよね。ほんともみんな一人一人紹介してぐらい、みんな面白いんですよ。もうほんとに。妹たちの世代が、一個下なんですけど、一個下の世代が、うちたちの、こう、姉ちゃんたちの学年の人たち、みんななんかおもろいし、みんなやばいよねっていうぐらいですから、うん、みんな一人ずつ招待紹介したいぐらいだわ、ほんまに。もう宮崎さんとタンタンだけでももう面白いでしょ。なんかまだ58分、あとね50分になったらランキングいきます。そうそう、とりあえず面白い子がいっぱいいます。癖が強い子が多いですね。はい、ということで、まあ皆さん名前は心を込めて呼んでいきましょう。それでは、13位そのっちさん、12位ゆうまさん、11位けんちゃんさん、10位ココさん、違う全然違うやん、10位よこよさん、9位MT じゃない、違うわ、9位つるりんだるまさん、8位ココさん、7位しゅんごさん、6位石ひろさん、5位ジョークスノーさん、4位あのねさん、みさかせいこ、3位つむじかぜさん、2位えんちょさん、1位土踏まずさんでした。ということで、寝る前のちょっとの時間でしたが、ありがとうございました。ということで、シーシーって感じで終わらせていただきます。また明日お会いしましょう。明日は土曜日ですよね。明日はちょっとワンちゃん午前中になるかもしれないから、ちょっとそういうことで